企業の働き方改革や従業員の健康づくりを推進しようと、昨日フォーラムが開かれました。その中で、働きやすい職場づくりや健康経営などに取り組む23社が表彰されました。表彰された企業では、育児休業の取得率向上や新潟市が行っているウォーキングチャレンジに参加したということです。